深夜25編集部の福田、はい、コンテンツ作りやってました。次どういうとこが可能性ありますか？大前提、あの、はい、御社の中で可能性があるっていう前提あるの ですけど、だからその上でなんですけども、はい、主にまず一つ目がいわゆる同業他社みたいなところですよね、はい、うんうん、違ったウェブメディアとかで、うん、そういったいわゆるコンテンツを統括するようなポジションとか、はい、チャレンジをしていったり、まあ、本当に編集長を目指していくみたいなポジション、はい、で2つ目がメディアを支援していくような立ち位置になっていく、はい、で3つ目がいわゆるメディア事業なんですけど、もっとその特化したようなというか、そう、例えばコスメの媒体ですだとか、まあ、そういったような業界を特化するようなパターンのメディア事業で活躍されるパターン、はい、で最後がコンテンツマーケットという特性を生かして、はい、例えばあの B2B のサービスのマーケティングをやりましょうみたいな、はいはい、あのパターンの、まあ、大体4つぐらいなんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほど、うん、